Introducing first, the fighter standing in the blue corner. Wearing black trunks, this man weighed in at 94 kilograms and stands 177 centimeters tall. From Australia, George the Iron Lion! スタンザマンの実の弟、ISKA スーパーヘビー級チャンピオン、ジョージ・ザ・アイアン・ライオン。Wearing white trunks.This man weighed in at 94.2 kilograms and stands 174 centimeters tall. From Japan, Nobuaki Hakuda! この生き様を見るがいい。44歳限界への挑戦、Hakuda Nobuaki。さあ、Hakuda Nobuaki。リング下にはスタルマン。今試合開始のゴングが鳴りました。そして角田にとってはこれが復帰して初めての日本での試合、そうですね、そしてこの大阪での試合となりますと実に10年目ということになります。そんなに経ちますか。まあ、角田さんにとって、はい、選手にとってはもう本当にもう感慨ひとしおというかですね、まあ、まさかねもう一度この大阪ドームのリングに立つと思ってなかったでしょうね。これだけのメンバーの中で戦う責任も感じているというふうに角田信明は語っていましたが、さあとにかく一茂さん、はい、この角田さんのこの体を見てください。素晴らしいですね。44歳ですからね。もう44歳で頑張ってますねっていう言葉でやっぱ語り尽くせないと思うんですよね。これだけの体を作る、そしてこれだけの試合をするということはやっぱり一茂さんもその戦うところにね、場所に身を置くものとしてそんな簡単にできるもんじゃないですよね。そうですね、もう頑張るだけではできないと思いますね。何かそれをやっぱり超越する何かがやっぱ角田さんの中にあるんだなと本当につくづく思います。かつてこの角田とスタンザマンが戦い、スタンザマンがこの角田を倒し、これはタイミングがうまくやってしまいました。やっぱ早いですね。カウンターですね。左をもらった角田、おっとちょっと何か、おお、一瞬記憶が飛んだのかと思いましたけど、一瞬記憶が飛んだと思います。タイミングが、さあ左、やはりパンチはあります、このジョイザーアイアンライオン。残り時間が徐々になくなってくるが、さあこれダメージはどうかというところですがね。ちょっとね、記憶飛んだでしょうね。ちょっとカウンターで一茂さん綺麗にもらっちゃいましたね今。そうですね、まだちょっと現在目もちょっと後ろな状態ですからね、焦点がちょっと合ってないような感じでしたね。まあ、本能だけで立ってるのかもわからないですね。44歳角田限界への挑戦、見えてないですよね。なんとかあと20秒、ここはしのぎたい角田、ここはしのぎたいところです。さあ残り10秒、標識が鳴り渡されましたこの大阪ドームですが、ビッグアッパー、そしてボディ、やはりパンチ力がある、非常に戦い方も上手いジョージ・ザ・アイアン・ライオン。これはやはり強敵、44歳限界への挑戦、角田信明。第1ラウンド苦しいスタートになりました。 ISKA スーパーヘビー級チャンピオンですが、この左がカウンターで入りました。この前のこの左もちょっとテンプルかすってますよね。はい、さあ紀香さん、はい、この44歳の角田さんのね、挑戦というのは我々も見ていてじんとするくるものがありますが、本当そうですね。どんな風に第1ラウンドご覧になりましたか。いや、本当にいつまでも挑戦して続けている選手なんですけれども、2ラウンドちょっと期待してですね、なんとかね頑張ってほしいですね。この左をもらった角田、一瞬記憶が飛んだか、果たしてダメージがどこまで回復しているか、この第2ラウンド。第2ラウンドが始まります。パリ大会では衝撃的な一発のノックアウトを見せました、長谷川京子さんもその試合をご覧になってますけども、あの一発を見る限りね、角田信明をまだ進化してるなという感じでね、我々見ましたけどね。本当に角田選手の試合を拝見させていただくと、いつもその年齢じゃない、体力じゃない、それだけじゃない、もっと大事な強靭な精神みたいなものを教えていただいて、いつも勉強をさせていただいてるんですけど、自分の戦いでそんなことをファンは感じてくれるんだろうか。これまで海外での試合が多かったがゆえに、角田はそんな風に考えながらこの花道を歩いてきたはずです。第1ラウンド、いきなりのダウンを食らってしまいました角田。
しかしこの苦しい中から立ち上がってきているのがこれまでの角田の格闘人生です。三宅さん、はい、その第1ラウンドのインターバルなんですけど、はい、まず戻ってきて、どんな感じで入ったとセコンドとか言葉を回してましたので、分からなかったですね。ですから、意識はかなりしっかりしていると思います。そしてセコンドからとにかく振り出しを小さくして相手に向かっていこうという指示を与えています、うん、なるほど、櫻井アナウンサーのリポートですが、さあ角田信明にとってはあのポイントを挽回しなくてはいけません。そうですね、本当やっぱり角田選手にとってはですね、はい、アイアンラインのスピードが予想以上に速かって、ちょっと戸惑った部分があったと思うんですよね、はい、そこを、まあ、あの若さと勢いで固め込まれた部分があるんですが、ここをどういうふうに見てですね、はい、勇気を出して踏み込むかでしょうね。そうですね、久々の日本での試合、そして地元大阪での試合、さあ角田信明にとってこれが最後のチャンス、最後の3分間が始まります。さあ一茂さん、はい、角田選手のこの突破口を開くにはどういう形を取ればいいかですが、そうですね、やっぱり谷川さんおっしゃったように、はい、まあ、踏み込んであの、うん、内股に一発まず本当に体重乗っけたろう、どっかで入れてほしいなと思ってますね。かなりあのローキックは練習してきたみたいですね。蹴り込みはかなりやってきた、これまで経験がないほど落ち込んできたそうですが、角田さんの本当にすねはもうすごい硬いですから、鉄柱蹴れるぐらいですから、ね、あ、なるほどね、まずそれを入れてちょっと相手の動き封じ込めれれば、はい、うん、あのパンチにつなげられるなと思いますけどもね、はい、あのパリでは2フック一発で相手を倒したマーベリックを粉砕しました角田、それほどパンチ力はパワーアップしてきています。相手はやっぱりスピードもある選手ですよ ね、そうですね、ありますね。もうちょっとやっぱりスピードをどこかで殺せたらいいなと思いますけど、はい、そのためにもそのローキックということなんですね、はいはい、お、右で飛び込んできた、右やっとふらついた、ちょっとふらついたぞ、そしてふらついた、そして膝効きましたかね、効きますね、飛び込んだ右、カンタカンの右、そして左を返した、右のアッパー、さあチャンスを迎えるぞ、カンタ効きましたね、残りはまだ1分半ある、あの一発で効いたんですね、ジョージ・ダイアン・ライオン、やはりカンタのパンチ力上がってきている、そしてローキック、ようやくこのローが出ました、チャンスですね、チャンスを迎えています、カンタ信明、さあさらに踏み込めるか、やはりミドル、では平野里香さんが大き思わず大きな声を挙げましたが、そうですね、チャンス迎えましたね、本当にあの角田選手ね、この大阪の地でぜひとも勝ちたいと思うんで、武闘家として男として頑張ってほしいですね、そうですね、残りが1分になりました、まだチャンスはある角田、右フック、まだチャンスあります、右フック、この右でパリでは一発ノックアウト、ね、さあパンチを返すジョージ、しかし角田は相手をしっかり見据えている、時間がなくなっていきます。さあ角田43歳にして奇跡の現役復帰、44歳さらに現役の挑戦を続ける角田信明、残りが30になった、一度ダウンをもらっています。角田一発返さないと、返したいところです、返したいところですね、さあ追っていきたい、残り20秒、残り20を切りました、まだ一発で倒せる、そんな思いで攻めていく角田、左利く、残りが10秒になりました、残り10秒、左利く、さあ出ろ、このダウンが鳴りました、思わず目を閉じた角田信明、そしてジョージ・ダイアン・ライオンと抱き合います。あの第1ラウンドのやはりダウンが谷川さん若干そうですね残ってたんでしょうかね、ダメージとしてね。All three judges score this contest 29-27 for the winner George さんアイアンライオンです。角田信明、この地元大阪での試合勝利を飾ることはできませんでした。そして10年前拳を交えたスタンプも今抱き合いました。そして自分の祈る上司さんアイアンライオン、そして角田はここは何もマイクパフォーマンスもありませんね。やはりこの試合に敗れた自分への戒めとして何も大阪のファンに語りかけることなくリングを後にします。
ただ一茂さん、はい、やはりまだまだこの挑戦は続けていくといいですね。そうですね、もう自分の中で何かが燃え尽きるまで挑戦多分続くんだなと思いますけども、同世代の人たちがどんな思いで角田の試合を見てくれたでしょうか。角田はもう引退はしないと話しています。次やめるときは立てなくなるとき、それまで自分の修行は永遠に続くと話しました。角田信明。